それよりその雑巾がけをしていたので汚いです。そんなに強く握られては。高博さん、私の手汚いですよ。バイ菌がついてしまいますよ。あ、はい。ありがとうございます。高博さん、リニアは大丈夫ですかな。そろそろですね。温めていただいたから大丈夫なのですよ。ありがとうございました。はい。できたらこのまま掃除はやらせていただけないでしょうか。水仕事は控えますから。このままですと。リニア、ここに来てから何でも中途半端になってしまいます。何か一つでいいんです。ここで訓練が終わるまでやり遂げたいんです。お願いします。わかりました。それでは失礼します。でも、高博さんこそよく丘に来られますね。
気もいいですしね。行ってらっしゃいませ。いただきます。木漏れ日が気持ちいいですね。そうですね。体ですか？大丈夫ですよ。なんででしょうか？でもお仕事変わりましたから、もう大丈夫ですよ。休みの日にお庭のお手入れをさせていただいていたので、それをそのままやらせていただくことに。とても楽しくお仕事させていただいてますよ。なんか最近高博さんの方が辛そうです。初めてお会いした時より顔色が悪くなっていますよ。もしかして、レイさんのことで何かあったのですか？はい、レイさんはいつでもリニアのそばにいてくれましたから。この島にはこんなものがあったのですか？え、そうなんですか？それっておかしくありませんか？ですよね。丸ごとですか？すごいことを考えますね。そうかもしれませんね。あ、そうですね。もう戻らなきゃ。
やはり来ました。これでちゅ、今日本社から命令書が送られてきました。活動メール育成プログラムの命令書でちゅ、リニアちゃんに受けさせろという。断る口実を作らせないためでちゅか。所長、無視って、そんな本社の人間はそれを狙ってこの命令書を出しているわけでちゅから。リニアちゃんにそんなことはできないという気持ちはわかりまちゅ。でも何の考えもなしにこの命令を無視なんかしたら、何を言ってるでちゅか。カンパニーに逆らったらどうなるか所長が一番知っているじゃないでちゅか。でも実際本部の幹部連中はそうは考えていないでちゅ。所長の力を恐れているでちゅ。何かしら賞賛があるのでちゅか。所長、わかりました。所長の考えは、ただこれだけは言っておきまちゅ。所長は自分一人だけの所長ではないということだけをお忘れなく。失礼しまちゅ。Thank you.